はい、皆さんこんにちは。今回話したいのはね、人生は意味がないってことと苦しみ回避型の反出生主義に関して話したいと思います。人生って意味ないですよね。我々人間がやってることって本当に意味ないなと思って、結局消費してるだけですよね、我々人間って。例えば食べ物を食べるっていうのも消費するだけだし、買い物に行くっていうのも消費だし、で食べ物と飲み物があれば人間生きていけるんで、時々病気とかするかもしれないけど、でも基本は消費じゃないですか。で消費して年取って死んでいくだけじゃないですか、ざっくり言うとね。でそこに人間はね、それだけじゃなくて、動物と違うんでね、いろんな悩みとか苦しみとかあると思うんだけど、でもやってることだけ見ると、動いて消費して動いて消費しての繰り返しですよね。頭も使うかもしれないけど、それでずっと消費し続けて、で年月経って年取って死んでいくっていうところに、どんな意味があるのかっていうとね、いないんですよね。でよくね、自殺なんかしなくてもそこまで待ってなさいみたいなことをね言う人いますけど、でもね、死ぬまでが辛いんですよね。だから寿命で死ぬのと自殺で死ぬのと違うんですよね。例えばその寿命で、85歳で死ぬっていう人がいたとしてさ、ね、今30歳です、辛いですっていう人はさ、55年辛い思いしなきゃいけないわけですよ。その55年全部が辛いかどうかっていうのは分かんないかもしれないけど、でもその本当に生きたくない、本当に辛いっていう人だったらさ、ね、結局その人55年間生きなきゃいけないわけじゃないですか。でもそれを辛いからっていうことでね、30歳だったらさ、30歳でスパッて自殺しちゃったらさ、そこでもう苦しみは断たれますよね。ってことで、そのどうせ死ぬんだからね、寿命で死ぬまで待てっていうのはね、ちょっとナンセンスですよね。待つ時間が辛いわけですからね。そのひろゆきさんが言ってたんだけど、ほとんどの人は意味がないっていうふうに言ってたんですよね。生まれてきた意味もないし、生きてる意味もないんですよ。つまり人生で起こる全てのことってほぼ意味がないんですよ。ひろゆきさんはすごいこと言ってたなと思って、ほとんどの人は別にその人が死んだところで世間には何の影響も与えないし、別に何も起こんないんですよ。今すごい苦しんでる人とかね、今悩んでる人とかいると思うんですけど、私もその一人でね、結構苦しんでるんですけど、別にあなたとか私がね、悩もうが苦しもうが死のうが、ね、世界は何一つ変わらないわけなんですよ。そう思うと結構気が楽っすよね。これもひろゆきさん言ってたんですけど、 iPS の山中先生とか、ね、イチロー選手とかがさ、死んだらさ、ね、世の中に大影響を与えますよね。でも別にそこら辺の人っていうか、普通の我々みたいな人がさ、苦しもうがさ、死のうがさ、別にそんな影響ないですよね。そう思うとね、気が楽になると同時に、ますますね、人生って意味ねえなと思いますよね。ただそういうね、人はね、個人単位で見れば意味ないかもしれないけど、ね、そういう人が集まって地域社会っていうかコミュニティが形成されたのが社会なわけじゃないですか。だから個人個人で見たらさ、確かにね、誰が死のうが、ね、誰が生きようが、誰が悩もうが意味ないと思うんですけど、それが集団になると社会っていうのを形成されて、それで意味があるんで、社会の一員としてね、自覚を持つっていうのは大切だと思いますね。反出生主義の支持者っていうか、私のチャンネルの支持者っていうのは、正確には苦しみ回避型人間なんですよね。で、この世の中に、生まれてきてよかったって思ってる人も一定数いると思うんですけど、そういう人がね、何かの出来事をきっかけに、生まれてこなければよかったっていう気持ちになっちゃうこともあり得るんですよね。で、何が言ったのかっていうと、人生トータルで見た時に生まれてきてよかったっていう気持ちの方が大きければ、ないことが必ずしもいいことだとは断言できないですよね。で、もっと言うと、人間の記憶っていうのは曖昧なので、人生、例えば寿命まで生きた人がさ、今までの人生ずっとトータル見たときに、どっちの気持ちが何パーセントだから生まれてきてよかったとかね、定量的に判断できないんですよね。なので、生まないことが必ずしもいいとは断言できないんですよね。ただ確実なことがありまして、生まれなければやはりね、生まれてきたかったとも思えないってことと、生まれていたら受けていたであろう苦しみは必ずゼロだっていうことなんですよね。なので、反出生主義、っていうかこのチャンネルの支持者はね、正確には苦しみ回避型人間なんですよね。将来子供を産むと、その子供が死ぬまで苦しみを味わわないっていうことは、現実問題としてありえないんですよね。でも生まれなければやはり生まれてきたかったとも思えないってことと、生まれていたら受けていたであろう苦しみは必ずゼロだということを考えれば、子供を産まないことは完全なる苦しみの回避になるので、反出生主義を支持しているっていうふうに言えるんですよね。でもね、先ほど述べたように中にはね、苦しみはあるけど楽しいこともあるから人生は面白いっていうふうに、ポジティブに捉えられている人もいるので、そういう人はね、今述べた苦しみ回避型の反出生主義の考え方には同意できないと思いますね。このチャンネルの苦しみ回避型の反出生主義っていうのは、例えば人生を1日として見たときに、1日のうちの例えば5分間だけ嫌なことがあった、
でも残りの時間は全部いいことである。でもその5分間が嫌なので、その1日を初めから生じさせない、なので子供を産まないっていう思想なんですよね。まあ本当に嫌なことって、例えば1秒でもさ、5秒でもさ、もう本当に短い時間だったとしても嫌ですよね。例えば嫌なことを言われるとか、嫌なことされるとかさ、いじめられるとか、例えば1日のうちに1分間いじめられたとしてもさ、その1分間がさ、すごいトラウマになっちゃう人もいるわけじゃないですか。で、これは別にそのいじめだけじゃなくてね、他の性犯罪とかいろんな犯罪の被害者もそうだと思うんですけど、結局時間じゃないんですよね。何をされたか、何が起きたかなんですよね。なので、起きること、されること自体をなくすっていうのが、このチャンネルのね、苦しみ回避型の反出生主義の考え方なんですよね。以上になります。当チャンネルでは、今苦しんでる方や死にたいと思ってる方に見ていただき、少しでも共感をいただけたら嬉しいです。当チャンネルに少しでも共感をいただけた方がいたら、高評価やコメントやチャンネル登録をお願いします。